実践者インタビューってことですね、今回は寺井くんにですね話を伺っていこうと思いますけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、寺井くんは、まあ、実は僕の地元の後輩、はい、もともとね後輩なんですけども、まあ一応今はね、ライターとしてやってるということで、まず簡単に自己紹介をお願いします。はい、寺井康介31歳セールスコピーライターです。よろしくお願いします。はい、ガチガチ緊張します。初めてだねこういうの。なるほど。はい、まあ、寺井君は、まあまあ、ずっとねもう高校の時10代からそうです ね、 あれね、さっき遡ってたんですけど、うん、14年ぐらいの付き合い。14年前か、はい、そうか。バンドの、ね、バンドドラムやってて、ドラムのなんか師匠が一緒で、そうですね、でなんか先輩後輩みたいな感じ、うん、なるほど。でも寺井君は、今、まあ、ライターとして活動してるわけですけども、もともとはどういう状態だったんですか？もともとは、そのライターの仕事を始めて、それが2018年の9月からなんですけど、うんうんうん、それまではずっと本当に、香川から大阪出て上京するまでの15年間ぐらいずっとバンドしてて、うんうんうん、で去年の7月、まあ、今もたまにあるんですけど、そのドラムのサポートとか で、うんうん、でそのご飯食べてたんですけど、うん、いやでも30になった時に、うん、ドラムだけでの収入と、まあ、バイトもあったんで、うん、その2つで40とか50歳とか、うんうん、例えば自分結婚はしてないんですけど、うん、結婚して子供とかできたらこれの収入じゃ無理っていうのと、4、5年後の仕事があるのかな、ドラムとか、うん、とかあったんで、うん、結構ヒヤヒヤしてて、昔はそんなこと全く考えてなかったんですけど、うん、なんか多分30さ超えてから、うん、でその時になんか自営したいなっていう、うん、その一個なんかもう一個仕事収入源みたいなのが欲しいなと思った時に、就職もしたくないんで、うんうん、バイトも嫌やなと思って、うん、じゃあ何がいいか、まあ、自営業がいいなと思って調べた時に、自営業のおすすめナンバーワンにセールスコピーライターってあったんですよ、うん、それどっかの広告です。そうです、どっかの。それも今は知らなかったですよ、うん、その時は あそうなんやと思って、うん、でもセールスコピーライターってなんか聞いたことあるなと思ってたんですよ。なんやろうなと思った時に後藤さんやったんですね。そのFacebook でたまたま後藤さんの活動とかちょいちょい見てたんで、うんうん、あ後藤さん確か怪しい仕事をしよるなと。その時はね思ってたし、申し訳ないですけどね、あれでも分からんかったやっぱね、その貢献やらリスト獲得やらとかあるじゃないですか。集客アップとか怪しいぞと思ってたんですけど、まあ自営業おすすめナンバーワンで買い取るし、まあ、一回コンタクト取ってみようと思ってで久しぶりに電話して、うん、でちゃんとそういう業界の話を自分なりに調べたら、うんうん、全然いい仕事やんと思ったんで、うんうん、まあ、ちょっと文書くのも好きだったんでやってみようかなっていうのがきっかけですね、うんうん、なるほどなるほど。そうかそうか。で、まあ、参加前にこうお話ししながらなんかこれやったりないみたいな話があったと思うけど、はいはいはい、それでなんか変化とか。あ、そうですね、多分僕は本当に何も知らなかったんで、うん、恥ずかしいこと言えばマーケティングも、うん、マーケティングって言葉から、うん、去年の9月とか知らなかったですし、うん、LP なんかもう知ってるわけないじゃないですか、うん、LP って言われた時まず LP から検索して LP、ランディングページ、ランディングページって何、広告
なんか飛んだ時のこのページ、うん、見たことある怪しいな、うん、みたいな感じで入ってた、ね、長いページ長いページ怪しいと、まあ、もうそういう本当にセールスレターとかそういうもんの前の段階でしょうね、うん、だからそう後藤さんにまず最初に今でも覚えてるんですけど、コピーライティングってどうやって勉強したらいいんですかって質問した時に、うん、いやコピーの前にマーケティングの勉強をした方がいいって言われたんで、うんうんうん、その時に勧められたあの神田さんの本、うんうんうん、90日で、うん、なんとかかんたらみたいな本を勧められて、うん、なんか有名な本やいやなんか言うの微妙かなと思って、まあ、そういうんでまずマーケティングの勉強から始めて、うん、まあそこからですね、うん、あの始めたのは。なるほど。で、あ、うん、そこでたまたま知り合った、うん、企業さんのメルマガの仕事を書くこともそれを頼まれてたんで、うん、じゃあどうやってやるんかなと思って、うん、まあ、そのマーケティング、うん、メールマガジンとか、うん、そのセールスの仕組みを勉強した方がいいよって思われたんで、うん、まあ、それでちょっと、うん、そうですね。なるほど。でなんかその、やり始めてから、まあ、参加、まあ、プログラム講座に参加するまでにちょっと期間があったと思う。はい、その参加する きっかけって何だったかな。アプログラムに参加したきっかけですか、うん、あ、それですね、そのさっき言ったそのメルマガの書き方とか、うん、まあ、LP とかの書き方、ステップメールとかの大まかな基礎と納品の形とかを後藤さんに教えてもらってたんで、大体の書き方は知ってたんですけど、うんうん、それで初めてじゃああのメルマガの仕事をいただいている企業さんだけじゃなくて、うん、まずクライアントをもうちょい探さないかなと思った時に、ちょっとどうやって見つけたらいいですか、うん、っていう質問とかをして、いやそんなもんはいっぱいあると足を使うこともできるしとか、ね、電話営業できるし、うん、クラウドワークスランサーズいっぱいあるかなと、うんうん、教えられたんで、あ、じゃあやってみよう。いや怖かったんで、やっぱその、うん、知識もないし、うん、ポットでなんで言っても、うん、ポットでなんでその、うん、大丈夫かなと思ってランサーズを応募して、うん、あの初めて、今もお付き合いしてるクライアントさんいるんですけど、うん、ステップメール募集してたんで、うん、あ、メールだったら今までメルマガ書いてたんで、うん、いけるなと思って、うん、で応募して、じゃあ、 やり取りして、どんな感じで仕事して、あの仕事、あ、依頼を取ればいい、うんうん、かとかの相談はちょいちょいさせてもらってたんで、うん、その延長線上で、まあ、ステップメールがしっかり納品できた形で、うん、向こうから、あ、クライアントさんから、あの継続でお願いしたいって言われたんで、その思ってもないことだったんで、そのなんていうんですかね、ステップメールしか今まで書いたことなかったんで、うん、じゃあそれその先の提案とか、うんうんうん、どうやっていこうかなって時に、あ、もうこれ以上自分の独立じゃ無理やなと思ったんで、うんうん、後藤さんにちょっとお願いしようかなと思って、うん、なるほど。その最初のメール、ステップメールか、ランサーでつながったステップメールっていうのはいくらで受注したんだっけ。2万円です。2万円で何つうか、でも、7つですね。いいよね、まあまあね。そうですね。でもまあいいのか悪いのか分からない。まあ確かに、はい、それ嬉しかったです。うん、2万円か。で、それ7つ。で、その納品方法なんかどうだった？なんか工夫したりとか。あ、工夫はあの Google ドキュメントに1つ書いたやつをそのスプレッドシートにまとめて7つ分セットして、件名、内容の、うん、なんか仕組みをバーッと書いて一つにまとめたやつを納品して、うん、でプラス後藤さんに、じゃあその7つプラス、サンクスメールも つけるっていう提案してみたら、うんうん、その提案してみたら、あのお願いしますって来たんで、うんうんうん、その納品の形で提出したらすごい喜ばれたんで、でもそのすごい喜ばれたこともあんまピンとこなかったんですよ。ああ確かに。もうその基礎を教えてもらったんでうん、うん、だからそういうのもあって、うん、あの仕事の依頼決まったのかなっていう。なるほど。でそれで、まあ、参加するに至ったわけやけど、それはそこからさらに行きたいっていうところからっていう感じかな。あ、そうですね。もうその
僕も今ちょっと実践して頼まれたやつを実践してる段階なんで、もっとその自分の言葉で提案できるようになりたくて、マーケティングとかもっとそのもっと内部まで関わりたいなと思ってて、さらにその収入を自分で上げるために何しなければいけないのかなっていうのは、その後藤さんからコピーだけじゃダメなっていうことを何回も言われてたんで、そのデザイン、デザインコーディングコピー、LP だけじゃなくて、その LP から登録してくれた人にステップメール、セールスレッターっていうそのプロモーション意識をなんか提案できるようになれればいいかなと今は。それでがっつり大きいお金を稼ぎたいな、ああ稼ぎそうですね、うん、ああ正直言うと、はい、なるほど、はい、はい、じゃあですね、今お話ししてもらったステップメールの仕事をやったお客さんが継続になったっていう話だったんですけど、はい、どういう風な流れで継続につなげていったというか。ああそうですね、そのステップメール納品して、次に LP 改定とか、この LP の修正、ブラッシュアップしてほしいとかっていう依頼をいただいて、そこでそのさらにそのステップメールだけじゃなくて LP をドキュメントにまとめた形で納品する形とかもめっちゃ喜ばれたんですよ。そのなんか印象的だったんですけど、僕 Excel とかのその仕組みとか全然わからないですね。その数値とかあるじゃないですか、難しい計算式とかは僕全然わからないんですけど、クライアントさんに、寺井ちゃんって Excel とか全然そういうの知らんくせにドキュメントとかスプレッドシートのまとめ方天才的やなって言われて、それがそこまず内容の一段階前の話そこで喜ばれたんで、なんかそういうのもあって継続というかもっと一緒に仕事していきたいっていう話をもらって、なんか仕事につながりましたね。それは具体的にどういうふうに提案してどういうふうな契約になった。ああそれはもともと12月一番最初ランサーズで次2万円、で1月、12月も1回対面で会ってたんですよ、その時はまだ結構やんわりした感じだったんで、どういう契約でいくかはまだわからないけど1月になったら仕事振るなみたいな、でまた1月になってお会いして、とりあえずこの1ヶ月で8万円で、1回お試し期間と、みたいな感じで、今その言った LP の納品の仕方とかを見せて、喜ばれたんですけど、その時は1月は8万、2月で、15、で3月から、継続で20万ぐらいかなみたいな感じで最初話もらってて、あ全然大丈夫そこはみたいな感じで言ってたんですけど、その納品の仕方が良かったから、もう2月から全然がっつりやってほしいって言われて、がっつりできるみたいな感じで聞かれたんで、できるって聞かれたのはこれは金額の交渉の余地があるなと思って、その最初8万15、20っていうもともと提案されてたのをさらになんかがっつり手伝ってほしいって言われたんで、がっつり手伝うってことは絶対20よりもうちょいその単価交渉の余地があるなっていうのを今まで後藤さんとからんいろいろ交流してて、そういうなんか脳の切り替えな感じになってたんで、これこそセールスライターのなんか活用じゃないですか。からちょっとそれ電車やったんですけど、電車の中で2時間ぐらい山手線ぐるぐるしながら文章を考えて、何回も消してその。そういうシナリオの作り方があるじゃないですか、今までこうやって、がっつりやるのであればこの値段だったらいけますけど、っていう提案をして最後に本当に今まで一緒に仕事やってて楽しくて、これからも貢献させていただけたのでぜひこれで大丈夫でしたらよろしくお願いしますみたいな、結構長いやつを送ったら OK、が出たんで、電車の中でシャーって一人でそれでめちゃくちゃ喜んだ、相当喜ばし自分の中で月額30、月収30、そうなんですよ、30か、月収30とかを目標にしてたんで、しかも2019年の
9月から始めた時に最初に目標を立ててたんですよ、うん、2019年の9月からまず半年後に副業として成り立たせるっていう目標にしてて、うん、2019年、1年経ったら2019年4月だったんで、うん、4月の時に本業として、うん、セールスライターと活動できればいいっていうのを壁に貼ってたんですけど、うんうん、まず副業を通り越えて30が、うんうんうん1月に決まったんですよ。だいぶその目標を達成できてしまったんで、うんうん、もう起業しようと思って、うん、でもその前段階で、あ、1個忘れてました。お父さんに教えてもらってて、これはなんか多分考え方みたいなとこだと思うんですけど、うんうん、バイトずっとしてて12月の時点で、メルマガの仕事だけで5万円だったんですよね、うんうん、でそのバイトでまあバイトでも10ちょっとぐらいですか、うん、でそっからずっと、独立したいなと思ってたんですけど、うん、今一歩踏み込めないんで、うん、クライアント探しをしてたんですね、うん、でもその時にやめたらええやんバイトなんか結構そんなこと言ったっけ。いや言いますよ、無責任。でもちゃんとその理由とかは教えてくれますよ。まあ人それぞれだと思うんですけど、うん、一旦そうやって自分で道をバスッと行った方がそっちにフォーカスできるから真剣になれるっていう、うんうん、そのって聞いてたんで、じゃあこれは一回それ試してみようと思ってやめたんですよ。バイトを試しに5万の時点でめっちゃ覚えてるんですけど、2018年去年の12月にそれバイトやめますって、うん、なんでって聞かれたんですけど、まあいろいろやりたいことあるんでって、うん、で帰ってそっからそのステップメール本気で書いて2万円の仕事をめっちゃ書いたんですけど、うん、それが良かったんで、そうそうな結果はそのつながったんで、うんうん、だから後藤さんの言ってた通りにやるって30決まったってなったから、なんかプログラム受けるかなっていうのもあったんちゃった。なるほど、断ち切った人間だけに訪れるそのチャンスはあるからね。なるほど、じゃあまあそういうのきっかけで、まあ、じゃあ参加してみようって感じで参加してもらったわけなんやけども、今で2ヶ月、そうです、2ヶ月半ぐらいですね。はい、まあ2019年の2月からかな。そうですね、2月からで、まあ今これ撮ってるのが5月中旬ぐらい、はい、ですけど、まあ2ヶ月半かで、まあ参加してみてどうですか。あ、面白いです。面白いのと、うん、まあケツを叩かれてる感がいいですね、やっぱ。ある、うん、ありました。そのプログラムを入る前は30で安心してたんですけど、何回かその後藤さんとちょいちょいやり取りしてて、一社じゃ危ないぞってよく言うじゃないですか、うんうん、一っていうのは危険やでみたいな、うん、そのいつ切られるか分からんし、でも確かに自分が個人事業主になってからよく感じるんですけど、うん、その会社に守られてるとかじゃなくて、うん、本当になんか自分の頑張りで収入も上がるし、うん、ミスすればゼロじゃないですか、うんうん、それをなんか本当に諭された感じがしたんで、これはやばいと思って、うん、でもクライアントまだ探さないかんし、でも今あるその2月の段階の半年ぐらいの僕の知識量じゃこれ以上ステップアップするのは難しいなと思ったのもあったんで、うん、じゃあどうやって収入とか、まあ、さらにその自分のスキルとか、うん、そのハードルをもう一個飛び越えたかったんで、うん、じゃあ、うん、プログラムに参加して変わるのかなと思って入ったら、うん、今の時点でも収入も上がってるんですけど、うん、仕事の取り方のさらに奥深いとことか、うんうん、本質を教えてくれてるんで、その結構前にも一人学んだことがあったんですけど、うんうんうん、そのテクニックだったりとか、うん、セールスセーターの型とかってあるじゃないですか、うんうん、そういうのというよりは、うん、そのマーケティングとか、じゃあなんでこういう流れにしたっていうところから教えてくれるじゃないですか、うん、それ聞かれたら言えないですよ、やっぱ、うんうんうん、それを考えるのが君の仕事やっていう感じで言われるんで自分の力で考えるっていう力がつくなと、うん、今もなんかそれがすごい嬉しいですけど、まあ、まだまだずっと走り続けれてる段階なんで、うん、もっと自分の中で取り込めたらなと。なるほど、はい、じゃあ他に何かありますか、参加して
そうですね、質問を、まあ、とにかく、学ぶことが多いんで、うん、結構毎日ぐらい、質問して、じゃあ Zoom で時間作ってくれてると思うんですけど、うん、結構夜中の、うん、12時から2時とかの時間に時間割いてくれてるじゃないですか、うん、からまあそういうのがすごいありがたいなと思って、僕、うん、まあ、忙しいのを知ってるんで、全然30分ぐらいで、ちょっと質問をまとめて終わらせるようにするんで、大丈夫ですかね、大丈夫やでって来て、いざズームしたらなんだかんだ2時間で、だからそれがなんか、本当になんか自分のためになってるというか、自分のために時間使ってくれてるのが分かるんで、それがすごく嬉しくって、後藤さん自体がもう僕14年間ぐらい知ってるんですけど、うんうん、やっぱ何も変わってないんですよ。変わってない、優しいですね。そう、優しいんですけど、人から優しいんですよ。なんかその体育会系みたいな感じで、やれやとか、ほら、うんうん、とかじゃなくて優しいんですけど、うん、でも僕がやってることは、檻があったとして、うん、檻の中にライオンがいます、うん、じゃあお前今からこのライオンに勝ってください、ボンって押されて一人になって、どうするみたいなところで、そこで初めてその質問をせざるを得ない環境、あ、檻の外から、そう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 、こうこうこうみたいな、そうそうこうで、でも独学じゃすぐ死ぬんですけど、うんうん、後藤さんは質問さえすれば、はい、バズーカーはい、やりとかで絶対ライオンに勝てるようななんか武器を与えてくれるので、それがやっぱいいですよね。そのポットでなんで最初の全部実践でやってるんで、そのライオンに勝つための方法をなんか学ばせてもらってる。面白い例えが、はい、なるほど、ライオンね、はい、そういうとこも良かったと。そうですね、なるほど、はい、じゃあですね、まあ、まだ2ヶ月半っていう状態なんですけども、今現在の結果的にはどんな感じですか？そうですね、今5月の中旬なんですけど、本当2日前に、うんうん、受注で55万、うん、55万と、利益の 10% っていうのが決まりました。おうおう、なるほど。じゃあもう5月もう中旬の時点で今月の、まあ、55万円プラス利益 10% っていう、まあ、仕事が決まってると。そうですね、確定してるな。なるほど、それはあれですね、もう55万っていうのは当初だったらいつぐらいの目標だった？いや、はるかに1年先の1年後目標だったですね。ああ、1年後の目標がもう達成されたと。されました。もともと1年後の目標は本業にするっていう目標だった。あ、そうかそうかそうか、あ、そうか、そうよね。そうなんですよ。ああ、本業か。あ、じゃあもうそうか、いい感じの2月の段階で独立できて、うん、独立した目標も多分後藤さんのプログラムに入った最初も、うん、なんか目標あるって聞かれた時に、うん、月収50をとりあえず目標にしたいって、うん、はい、話したんで、うん、まあ、ありがたいことに2ヶ月半ぐらいで1個目標がまたクリアできたんで、1年間のね売上目標出してもらったけど、ね、まあ、50万円台は結構先やった。そうですね、なるほど。でそう、まあ、変わってきた、まあ、短期間で変わったけども、はい、まあ、短い期間やけど何かプライベートと か、はい、なんか生活の変化とかっていうのがあるか、はい、そうでもプライベートの変化はやっぱお金の支払い、なんか心のゆとりが変わりました。その家族とか弟とか、例えば自分の後輩とかにも、うん、ご飯行ったら全然出すし、うん、昔だったらやっぱ出さないかんよなとかちょっと躊躇があったんですけど、例えば僕も出しますよって言ったらちょっと嬉しかったりしたんですけど、 あるじゃないですか、そういうのがあったんですけど、今はいや全然いいよみたいな、なんかそれができてるのがすごく嬉しくて、その自分も今までバンドとかやってきて先輩とかに出してもらってた姿を見てたんで、自分もそういうなんか下の後輩とか、うん、例えば恋人とかに、うん、その躊躇なく、いや僕出すからみたいな感じで言えるのはすごい嬉しいですね、うん、あとはただ今家かカフェとかで仕事するんですけど、うん、ちょっと前2月ぐらいの段階だったら、まあ、1杯200円ぐらいのカフェがギリっていうか、うん、でもちょっと嫌やったんですね、うんうん、でも今はそのちょっと、まあ、今日は500円ぐらいのカフェにしようかなとか選べるっていうのは、うん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 、たまに躊躇するんですよ、まだ800円だったら、うんうん、
と思うんですけど、ホテルのラウンジとかやったらね1000円とか、うん、いいとこやったら1500円とか、でも、まあ、そういうのも後藤さんから、うん、あのお金の考え方、うん、その自分がステップアップするためにセルフイメージを変えるっていう話結構してくれるんじゃないですか、うん、そういうのも昔だったらいやいや800円に行ってその例えば200円と800円で600円の差が生まれるじゃないですか、うん、いや絶対その600円ケチった方があの何やろ手元に残るお金って絶対多いやんって思ってたんですよ、うんうん、でもそれみんな思ってると思うんですけど、うん、でも違うことをやっぱ言うじゃないですか、そのセルフイメージっていうのはとか、うん、いいとこ行った方が自分はその そこのステージにいるってことがどんだけ大事かみたいなことをもうずっと言われてたんで、ずっと言われたらじゃあやってみようってなるんですよ、うんうん、やってみたら仕事のねなんかスピード感が、うんうん、いやそれはなんでかわからないですよ、うんうんうん、それ変わるんで気のせいかもしれない気のせいですか気のせいかもしれない全然一緒かもしれないでもなんかそうですね、なんか躊躇なくまあ足を運べるようになったんですね、ちょっと逆にお金払えるようになりすぎてちょっと怖いっていう、うんうん、昔が本当になんかケチ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 してたんで、ああなるほど、うんうん、なるほど、じゃあもともと稼いだ方がいいってことね、そうですねなるほど、そうか、じゃあ今後なんか目標みたいなの、そうですね、その今まで月収30、月収50、独立っていうのがあの、まあ、当初の目標だったのがはるかに手前の段階 で目標が達成できたので、一個なんか大きい目標を立てようと思って、ちゃんと、うんうんうん、なんか自分の、今やってる事業を、うん、あの株式会社っていう形にして、うんうん、であの年商も1億は稼ぎたいっていう目標があるんですね、うん、まあでもその前の段階では、うん、あの1000万稼ぐっていう目標があるんですけど、うんうん、でも1000万稼ぐにしてたらあの、ね、1億稼ぐと1000万にしとくんだったらここの到達のスピード変わるかな、うんうん、に違いが出そうだなっていうのがあるんで、うんうん、あくまで、1億は、うんうん、なるほど、でも目標と、そうですね、なるほど、はい、じゃあですね、まあ、この講座ですね、参加迷ってる人もいると思うんですけども、向いてる人参加した方がいいんじゃないかなっていうのはどういう人だと思いますか、まあ、みんな一緒のこと言うと思うんですけど、うん、本当に後藤さんの言ったことを愚直に実行できる人が一番じゃないですかね、うんうん、その自分の中でなんか疑問を持つというよりはやっぱその自分より間違いなく成果が出てる人の言うことは聞くべきだなと 思ってやって僕自分が成功したんで、うん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 、それが本当に思います、うん、なるほど、はい、じゃあ逆にこういう人は向かないんじゃないかなっていう人は、まあ愚直に実行できない人、文句言う人、うん、批判する人、うん、あとは自分の力で頑張ろうってできない人ですかね、うんうんうん、その後藤さんに質問ができない人が一番微妙かもしれないです、あー、うん、なるほど、その、うん、何もしないとかじゃなくて何もしないっていうのは、うん、質問しなければそれは何も与えてくれるんじゃないですか、うん、その、うん、例えばお金払ってるから後藤さんが何かしてくれてるっていう心構えの人は、うん、多分別にどこ行ってもダメじゃないですか、まあ、だからしっかりその自分の中で、質問を用意して、うん、そのいや誰でも調べたらできますやんそれとかっていうんじゃなくて、ステップメールが分からなかったらステップメールを一回調べた上での質問だったらいいじゃないですか、うんうん、なんかその一歩進んだ段階の質問をここ省く方が絶対いいから、うんうんうん、だからまあ自分の中で考えて質問ができる人は絶対いいし、うんうんうん、後藤さんの後藤さんを当てにしようと思っている人は、うん、その考え方がダメなんで、うん、まあ、出直してくれと。なるほど。まあ質問の仕方でもいろいろあって、これどうですかってシンプルに聞いてくる方と、うん、もっといいと思うのは、やっぱセルフレビューをしてからの質問ってすごく良くて、はい、こうこうこうやって、うん、お客さんにこういうことして、でこういうフィードバックがあった。はい、で自分なりにはこうこうだと思うんですけど、どう思いますか、はいはいはい、っていうのが来ると、うんうんうん、すごいいい質問。あ、そう、自分の中で一回整理する。うん、そういうのができる人っていうのは、まあ、早いしね、成長も早いし、うん、むしろそれが全くなく行動する前から質問がポポポッとくると、やっぱ厳しいかなっていう、まあ、言う通りかなと、
思います。ということで、じゃあ最後にですね、はい、まあ、一言、まあ、この参加しようか悩んでる人にですね、一言何かこうメッセージとか、はい、アドバイスとか何かあれば。あ、俺はもちろんね、やってほしいと思ってるんですね。で、僕が後藤さんから学んだことは、まずその収入とか、自分の生活レベル変えたいっていう人だったら、うん、まあ、いつも自己投資の大事さ、大切さを教えてくれるじゃないですか、うん、自己投資ってやっぱお金かかりますし、うん、そんな安いもんではないと思うんですけど、でも自己投資の大切さを知ってくれる人が、まあ、みんなプログラムとか申し込むと思うんですよ。だから迷ってる、うん、今迷ってる人とかはその自己投資の大切さを知ってる人だと思うんで、うん、じゃあ絶対やった方がいいと思うんですよ。その、うん、でもなんか世の中にはプログラムとかなんとか塾とかいっぱいあると思うんですけど、いざその自己投資、お金を自分のために出そうってなって次の段階に行った時に、あの偽物もいっぱいいるじゃないですか、うんうん、本物か偽物か、うん、そこをまあ、なんか失敗するのもまあ自分のせいだと思うんですけど、うんうんうん、あのその点に至っては、後藤さんに至ってはマジでないと思うんで、うんうん、自己投資自分のためにしたいんだったら、うん、あのおすすめっす。なるほど、はい、なるほど、だと思います。それは嬉しい、はい、なるほど、わかりました。じゃあですね、こんな感じで寺井くん、インタビューしていきました。じゃあこれからもじゃあ頑張ってもらいたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。